はい、どうもハピネスタークのハピネスです。今回はですね、バロ吉がプリズマレンズを持ってきたということで、それをね YouTube のコミュニティタブに投稿させていただいたんですけれども、もちろんね、あのバロ吉ラインナップ動画も出したんですが、まあ、今回はね、いくつかプリズマレンズ来たぞ、ギョエーに関してコメントをもらってますので、まあ、こちらねちょっとご紹介しようかなと思います。みんなどんな気持ちだったのかなっていう、そうそう、そういうのをねちょっとシェアさせていただこうと思いました。なんかもう俺はちょっと返信しちゃってるんだけど、はい、まあ改めて読んでいく気持ちでねいきたいと思います。まあ最初にね簡単に概要を説明しておくと、このプリズマレンズって単純に新武器なんですね。まあこれまでレンズっていう、まあ一種のコメントにもあるんですけれども、ロマン砲と言われるような強力な一撃を叩き込む棒ジャンルのね武器があったんですけれども、それの完全強化版が何にも言わずにサプライズで投入するっていう DE の、まあ、引いたレベッカさんなのかな粋な計らいってでも言いましょうかそれを行ったことによってめちゃくちゃユーザーが興奮するというまあそういったことを背景に持つプリズマレンズでございます。はい、じゃあ早速ねコメントご紹介させていただきたいと思います。いつもねあの評価ボタンありがとうございます。ツイッターの方にも投稿したんですけれども、ツイッターの方でも反応いただきまして感謝感謝です。はい、それじゃあ早速こちら、なんかさ最近 YouTube さ、ユーザー名がさなんか変わったよね。なんかこれハンドルってやつなんでしょ。これハンドルの状態のやつって改めて名前決めないと、なんかこうやって表示されちゃうんだよね。なんかこれ俺の方で変えられんのかなね、ちょっとよく分かってないんだけど、うん、なのでお名前がねちょっとあれなんですけれども、だまあ大体アイコン変わってない方々は分かるんですけれども、まあちょっとその上で読んでいきたいと思います。はい、まさかの新武器、全体的に足りなかったところ、弾上限、クリ倍率、基礎ためなどが結構強化されてるやべえやつ。そうなんです、これ参考画像を出してるかと思いますけれども、完全なる上位互換でね震えたよないやね、マジで強いからねレンズはね。まあバロ吉ラインナップ紹介動画の方でも、まあこいつ一本で戦っていくにはっていうね、まあそういうのを念頭に置いた構成とかも紹介させてもらったんですけれども、まあ今後ちょっと活躍の場設けてね使っていってあげたいなと思いますね。はい、そしてこちらプリズマレンズビルドを考えた。オドモットの発射速度を入れてバイルアクセラレーションですね。基礎ダメで補え、属性は毒1枚で感染にできて、60属性でさらに上げて、プライムドファイアーストームで範囲を上げる。あとは、バイタルセンスとハンターミニションズと耐性力モッドを入れて、エクシラスはいつものビジュランテ弾変換で完成した。いいですね。いやこれねご返信もお送りしたんですけれども、これでも十分戦っていける構成で、そう耐性力モッドとか入れてダメージ伸ばすのも検討として全然ありですね。俺はね通常版のレンズだとプライムドファイアーストームとか実装して範囲上げて使ってるんですけれども、今回のプリズマレンズに関してはちょっと範囲を抑えてダメージ重視で検討しましたね。っていうのもそのクリ倍率とかねその辺が強化されてるので、あこれちょっとダメージによらした方がいいのかなと思ってね、ダメージ系のモッドとかを、挿入するようにしたんですが、まあそのあたりの詳しいことはまあ宣伝みたいになっちゃいますけど、バロ吉ラインナップ動画の中で本当に詳しく紹介させていただきましたので、まあ機会があればそちらも見ていただければと思います。いやでもハンターミニションズとか対勢力モッドとか一緒にやっぱ使いたくなるよね。すごいいいよね。わかる。はい、テナトで来るかと思ったらそっちかなあ。それな、俺も思ったよ絶対テネトレンズっていう風にどっか思ってたもん。プリズマかーいと思ったびっくりした。ほんとねこれまだ収録回してない時にバロクション新商品ざっと何持ってきてるかな、どんなコメントしようかなって前もって決めておこうと思って、でパッて開いた時にプリズマレンズって出たから、ギョエーって本当になった言ったもん収録しとけばよかったってちょっと思ったまあそんな感じでしたね。はい、このクレイジーな数値に大興奮だわ、思わず2本買いそうになったこのね2本買いそうになったらね興奮が伝わってきてね、のニヤニヤしちゃうんすよ俺もいやいいよね。まあ最近ねウォーフレームを始めた人にとってみれば本当に単純な新武器ってことなんだけど、やっぱりしばらくやってる人っていうのはってなっちゃうよねやっぱね。今までレンズって言ったらもうあの通常版のレンズだったからね、それのプリズマ版がどうしてどうしてみたいななぜそうなったみたいな感じでね登場したわけだから、しかも大幅強化っていう、
もう褒めるところしかないみたいなね、そんな感じですよね。ちょうどね、しかもこの日俺レベダントプライムバーサスソーティって言って、毎日今年365日ソーティミッションをクリアしてるんだけど、この日ミュータリストアラド B がボスで来てて、そこが棒のみだったんだよね。だから DE 的にはもしかしたら使ってもいいよ、買って使ってみなよみたいな、そういうことだったのかもしれないな知らんけどそして続いて、バロキシの品は出るものは毎回のように出るが、出ないものは念頭して片手で数えるほどしか出てこない。そしてこの品はおそらく、まあまあ持ってこないでしょう。そういうそれとはな今年2回あるかな。でも俺やっぱりずっとウォーフレームに携わってて、ケチではないと思ってる DE は。いや、ものによるがなんかファーミングとかその素材集めに関してはケチだなって思うことは結構あるんだけど、こういうなんか入手機会に関しては結構柔軟にというか、そうナイトウェーブの報酬とかもそうだけど、なんか結構配布してくれるイメージあるからね。まあでも買っておいた方がいいのは確か。はい、続いて最後ですね。何がすごいんですか？そう、こちらね、レンズの背景とかね、最近始めた方っていうのはご存知なくてもう当然なんですけれども、まあ最初にも説明したように、そうレンズっていう通常版のその上位互換の、そして新武器が、プリズマレンズ登場したということで、もう我々ちょっと、まあ、しばらくやり込んでる身としては、うわーギョエーってなる機会だったんですね。なんか言えよ、びっくりしたじゃんみたいな、そういう感じだったんです。でこちらにもご返信をね、わざわざもうご丁寧に俺の返信よりも早くに説明してくださってまして、もうこういった方々ね大勢いらっしゃるんで、本当に俺助かってます。ありがとうございます。本当にいつもね、レンズっていうロマン武器に強化版が来たから好きな人がテンション上がってる、全くその通りでございます。ありがとうございますはい、ということでね、今回はねちょっと新しいプリズマレンズというのが登場したということで、まあ皆さんの反応もね、せっかくの機会なんで、まあちょっと残しておこうかなと思い、こういった動画を撮らせていただきました。まあいつもね、皆さんのコメントは読ませていただいてますし、コメントを元に、動画化させていただくっていうのも結構やってます。まあちょっと最近はね、そのデュビルパラドックス新しい実装がバーッと一気にちょっと来たので、なかなかできてない状況もあるんですけれども、それが落ち着いたらまた再開しようとは普通に思ってるので、どしどしね引き続きコメントをいただければと思います。はい、ご質問のコメントにもちょっと積極的に回答していきたいなと思うんですけれども、ちょっとね身の回りのこういった新実装、新武器、新要素の、情報まとめがね、一旦終わってからしっかりと間に合わせじゃない形でやっていきたいと思います。いつも応援ありがとうございます。そんな感じでまたね、こうした皆さんとの交流を、メインとした動画もどんどん更新していきたいなと思うので、この機会に最新の動画がチェックできるようにチャンネル登録や通知の設定を行っていただければと思います。皆さんからの感想、情報シェアのコメントもお待ちしております。それではお送りしたのはハピネスダークのハピネスでした。皆さんコメントありがとうございます。また別の実況動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。